こんにちは、至福のお取り寄せチャンネルです。今回はギフトにおすすめのコーヒー、紅茶、緑茶を全部で14点ご紹介します。多くの人にとって身近な飲み物は年齢性別問わず喜ばれ、様々なギフトシーンに利用できます。カジュアルなものからかしこまった贈り物まで幅広くセレクトしていますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは紅茶から。一つ目はムレスナティさんの白桃アールグレイです。ムレスナティさんはスリランカで栽培される最高級セイロンティーのブランド。いちごや白桃、キャラメルなどなんと100種類以上ものフレーバーがあり、今回は特に人気の高い白桃アールグレイをご紹介します。上質な茶葉のさらに新芽の部分のみが厳選して使われているので、マイルドで渋みや苦みが少ないのが特徴。ホワイトピーチにベルガモットをブレンドした爽やかでみずみずしい香りが鼻を抜けていきます。香料で香り付けされているんですが、天然果汁などから抽出された限りなくナチュラルなもので、すっきりとした後味です。ホットはもちろん水出しでも香りを楽しめ、美味しくいただけます。価格は1箱11本入り918円。パッケージに書かれた独特なポエムも癖になると評判なので、ぜひギフトに選んでみてはいかがでしょうか。2つ目は茶禅さんの濃厚蜂蜜紅茶です。茶禅さんは1830年開業のお茶屋さん茶禅を起源とする紅茶ブランドで、茶葉に蜂蜜パウダーをブレンドした蜂蜜紅茶が人気です。セイロン紅茶の代表と言われる宇葉茶の中でも最高峰の茶葉を使用。蜂蜜は質の高い日本産の蜂蜜が使われています。蜂蜜の優しい甘みと上質なセイロン紅茶の旨みが合わさり、とってもまろやかな口当たり。試行錯誤の末たどり着いた黄金比というだけあって、どちらかが強く主張するのではなく、蜂蜜と紅茶の味が極上のハーモニーを奏でています。優しい甘みと紅茶のコク深さをしっかり感じられるので、一口飲んだだけでも心も体も満たされます。価格は1箱14本入り1650円送料込みとなっています。3つ目は紅茶専門店テシエさんの代官山ロイヤルミルクティーです。テシエさんは東京代官山に店舗を構える紅茶専門店です。今回ご紹介する代官山ロイヤルミルクティーは、高級中国ウーロンや上質なセイロンティーなどでバランスを整えたミルクティー専用の茶葉になります。耐熱ポットやカップにティーバッグを入れて 150cc の熱湯を注ぎ3分抽出。そこに 150cc の冷たい牛乳を注ぎ、電子レンジで約1分加熱します。一回しかき混ぜた後、ティーバッグを取り出し、お好みで砂糖を入れたら完成です。カップを口に運ぶと上品な甘い香りをふわりと感じ、ミルクのまろやかさが口いっぱいに広がります。そして最後に茶葉の心地よい苦味や旨味を味わえ、すっきりとした後味。砂糖を気持ち多めに入れるとコクがアップし、極上のミルクティーになりますよ。またミルクと紅茶のバランスが絶妙なので、きちんと分量を測って作ることをおすすめします。価格はティーバッグ6個入りで1980円、リーフタイプも選べます。またラッピング用の封筒は別売りとなっています。続いてはハーニー&サンズさんのホットシナモンスパイスです。ハーニー&サンズさんはニューヨーク発のプレミアムティーブランド。ホットシナモンスパイスは上質な紅茶をベースに3種のシナモン、オレンジピール、スイートクローブをブレンドしたスパイスティーとなっています。缶を開けた瞬間、ふわっとシナモンのいい香りが広がるんですよね。飲んでみると優しい甘みが口いっぱいに広がり、その後でクローブのピリッとした刺激が追いかけてきます。砂糖が入っているわけではないのに、シナモンやオレンジピールの甘みがしっかり感じられ、さらにスパイスのピリリとした辛みが合わさって、ただ甘いだけじゃない癖になる美味しさです。ミルクティーにするのもチャイのように楽しめておすすめです。価格は1缶20本入り2592円。他に入り数違いやリーフタイプもあります。続いては紅茶専門店ティーポンドさんのティーバッグセレクションです。ティーポンドさんは東京清澄白河に本店を構える人気の紅茶専門店。世界各地の茶園から仕入れるバラエティ豊かな紅茶を取り扱っています。今回ご紹介するティーバッグセレクションは、シックなデザインの封筒に8つの人気銘柄のティーバッグが入ったアソートセットです。
ダージリン、セイロンなどネパールの旬摘みシングルオリジンティーやフレーバーティー、フルーツティー、そしてミルクティーに最適なミルクティーブレンドなどバランスの良いセットになっています。芳醇で甘い香りが魅力的なセカンドフラッシュダージリンは茶葉の旨味をしっかり感じます。ベルガモットと東洋の果実青い花をまとったライトなアールグレーは柔らかな味わいでとっても飲みやすく、鼻に抜ける香りが爽やか。バラの甘みが隠し味のライチティーはふんわりライチの香り、ミルクキャラメルはほっと落ち着くキャラメルの甘い香りです。価格は8袋入り1587円、メール便対応の商品となっています。続いてはマリアージュフレールさんのマルコポーロです。マリアージュフレールさんは1854年パリで開業され、160年以上にわたって世界中で愛される老舗ブランド。数ある商品の中でも代名詞といえるのがこちらのマルコポーロです。缶を開けるといい香りと思わず声を上げてしまうくらい華やかでフルーティーな香りが立ち上ります。お湯を注ぐと花やフルーツのようなかぐわしい香りが一層鼻をくすぐり、甘みがあるように想像してしまいますが、口に含むと全く雑味のないすっきりとした紅茶の味わいです。香りを楽しみながらいただくティータイムは極上のリラックス感が味わえますよ。価格は1缶 100g 入りで3564円、ティーバッグタイプは30袋入りで3996円となっています。少々値は張りますが、人気の高い老舗ブランドなので紅茶好きの方にはきっと喜ばれます。ここからは緑茶。一つ目はお茶のルルテイさんの彩りシリーズです。ルルテイさんはお茶の町京都府舞鶴市にある日本茶専門店。その彩りシリーズは可愛い和柄のスタンドチャック袋入りで、贈り物やちょっとした手土産にぴったりなんです。今回は舞鶴上煎茶、京都舞鶴煎茶、抹茶合わせ煎茶の3種類をご紹介します。中身はテトラティーバッグになっているので、お湯を注ぐだけで簡単に美味しいお茶を味わえます。舞鶴煎茶の特徴は後味の甘さ、口の中に長く残る甘みと鼻を抜ける香りの高さが心地よいです。そして上煎茶に抹茶を合わせた抹茶合わせは、なんとも色が鮮やかで目から楽しませてくれます。価格は1袋12本入りで540円。リーフタイプも含めるとたくさんの種類があり、選択肢の多さと気軽に買いやすい価格帯でギフト選びが楽しいです。2つ目は寺垣農園さんの3年熟成梅茶です。和歌山県みなべ町の寺垣農園さんは無農薬自然栽培で育てた南高梅やその加工品を販売されています。今回ご紹介するのは3年熟成させた南高梅の梅干しを地元の川添茶に入れていただく梅茶。ティーバッグと梅干し、結び昆布がセットになっています。湯飲みにティーバッグを入れ、お湯を注いでお茶が出たら梅干しと結び昆布を入れます。梅干しは酸味は強くなく、程よい塩味がほうじ茶の香ばしさや渋みとよく合うんです。ふっくら肉厚で大粒の梅の実をほぐしながらいただくと、味が馴染んで変化していき、体に染み渡る地味深い味わいに。価格は2袋入り1280円となっています。3つ目はザ・ティーカンパニーさんの奥緑リーフ缶です。国産の農薬不使用栽培、有機栽培茶だけを使用したボトルドティーや茶葉を販売されているザ・ティーカンパニーさん。今回ご紹介するのは奥緑という品種で、福岡県八女の山奥で有機栽培されている緑茶になります。袋を開けると清々しい香りがふんわりと漂い、茶葉はこの通り深みのある美しい緑色です。美味しいお茶を入れるためのポイントは、あらかじめ吸水や湯飲みを熱湯でよく温めておくこと。茶葉4から5グラムに対し、1煎目は50度程度に冷ましたお湯を注ぎ約60秒、2煎目は60度で20秒を目安に蒸らします。低温で入れているので、口に含んだ瞬間コクのある甘みが広がり、そこにクリアな旨み、穏やかな渋みが重なり合って、ふくよかで奥ゆかしい味わい、喉元を過ぎても何とも清らかな余韻に包まれます。甘いものとはもちろん料理とも相性抜群。暑い時期は水出しで楽しむのもおすすめです。価格は1缶 60g 入り2733円となっています。モノトーンの包装も洗練されていて、ここぞという時の贈り物に最適です。続いてはお茶の美老園さんのサツマルシェアソート35です。
美老園さんは鹿児島県鹿児島市に本店を構える創業140年以上の日本茶専門店。ご紹介するサツマルシェは、もらって嬉しい、送って楽しい、大人かわいいお茶ギフトがコンセプトのティーバッグギフトです。色とりどりのお茶のパッケージがずらりと並び、どれから飲もうか迷ってしまいます。桜島小みかんをブレンドしたお茶や、煎茶、深蒸し茶、ほうじ茶、紅茶など、風土を生かした鹿児島茶7種類が、各5パックずつ、計35パック入っています。全国でも有数のブランド、チラン茶は、しっかりとしたコクがあり、深蒸し茶はとろっと甘く、抹茶入り緑茶はコク深い贅沢な味わい。桜島小みかん茶とゆず緑茶は、それぞれの柑橘の風味が爽やかです。そして、すっきり香ばしいほうじ茶、香り高い紅風紀の和紅茶と、バラエティに富んでいて、それぞれのお茶の個性を楽しめます。価格は35パック入り4104円。他に7パック入りや21パック入りもありますので、予算に応じて選んでみてください。ここからはコーヒー。一つ目は、丸山コーヒーさんのコーヒーバッグアソート10個入りギフトです。丸山コーヒーさんは、長野県軽井沢の本店をはじめ、長野、東京、山梨に複数店舗を持つコーヒーショップ。個性豊かな世界各地のスペシャルティーコーヒーを扱われています。その中から今回ご紹介するのは、お湯につけて4分待つだけの簡単ステップで、スペシャルティーコーヒーの味わいを楽しめるコーヒーバッグの詰め合わせです。個包装のパッケージはポップなデザインで、それぞれのコーヒーの味覚を視覚的にイメージできるようになっています。セット内容は定番の丸山コーヒーのブレンド5パックに、ナッツ、ハーモニー、ベリー、シトラスのシングルオリジンコーヒー、カフェインレスのディカフェブレンドが各1パックずつ、6種類計10パック。コーヒーバッグはこんな感じ。沸騰したお湯をバッグ全体が湿るよう少量注ぎ、30秒ほど蒸らしたら、さらに熱湯を注ぎ、お湯につけたまま4分待ちます。時間になったら10回ほどバッグを縦に振り、カップから取り出します。振る回数によってお好みの濃さに調整できるのもグッドポイント。丸山コーヒーのブレンドは癖のない飲みやすい口当たりで、焙煎の華やかな香りやチョコレート感のある味わいが広がります。シングルオリジンは飲み比べて自分好みの味を見つけるのも楽しいです。朝食や仕事の合間、スイーツのお供など、日常の様々なシーンに彩りを添えてくれるコーヒーギフト。価格は10個入り2490円となっています。特別な道具不要で誰でも美味しく入れられるので、相手を選ばず気軽に送れますよ。二つ目は、マス工房マス屋さんのマスプレッソです。マス工房マス屋さんは、マスの生産量全国シェア約 80% を占める岐阜県大垣市にある大橋良樹さんが運営する公式オンラインショップです。今回ご紹介するマスプレッソは、マスといえば日本酒という常識を覆す、マスで入れてマスで飲む新感覚のコーヒーです。オリジナル1号マスにコーヒーのドリップパック、ダーク、ミディアム、マイルドの3種類が入っています。コーヒーは名古屋の人気喫茶店がヒノキの香りを楽しめ、なおかつコーヒーの味や香りも味わえるようセレクトして焙煎したもの。マスにドリップパックを引っ掛けて熱湯を注げば出来上がりです。マスの内側は加工されているので飲みやすく、口当たりを良くしてくれます。口に運ぶとヒノキとコーヒーの香りが合わさった嗅いだことのない不思議な感覚。ヒノキの深い香りの中で味わうコーヒーは、ほんのり甘みがあってとてもマイルド、清涼感のあるすっきりとした後味です。ダークは朝の目覚めに、ミディアムは昼の休憩にシャキッとする一杯、マイルドはゆったり夜に飲む一杯におすすめとなっています。価格はオリジナルのマスとドリップバッグが3種入って1650円。コーヒー好きの方へ一味違ったギフトとしていかがでしょうか。3つ目は、イノセントコーヒーさんの白熊カフェデカフェコーヒーバッグ4ボトルボスです。イノセントコーヒーさんは、スペシャルティーコーヒーのデカフェ専門ブランド。札幌市丸山動物園のホッキョクグマをモチーフにした白熊カフェシリーズのデカフェコーヒーバッグをご紹介します。熊のとぼけた表情のパッケージがなんともキュート。中には浅入りと深入りが5パックずつ入っています。カップにコーヒーバッグを入れたらお湯を注ぎ、蓋をして5分蒸らせば出来上がりです。カフェインレスでもコーヒーのフレーバーとアロマはそのまま。あっさりと優しくも物足りなさを感じさせないコーヒー好きも納得の味です。
水に 7,8 時間つけてアイスでも楽しめますよ。イノセントコーヒーさんは国内でデカフェ処理をされていて、しかも化学薬品を一切使用しない安心安全な方法を採用。コーヒー本来の風味を損なうことなく、カフェインを 99.9% カットしています。価格は計10パック入りで1620円。味にも製法にもこだわったデカフェなので、カフェインを気にされる方へのギフトにおすすめです。続いては UCC さんのカフェメールです。 UCC さんといえば言わずと知れた日本を代表するコーヒーメーカー。中でもギフトとして人気なのが、世界のコーヒーをあなたのカップまでをコンセプトに、人気産地の 100% ストレートコーヒー4種類を詰め合わせたカフェメールです。引き出し型のボックスが可愛く、上の段にはペーパードリッパーが、下の段にはレギュラーコーヒーの粉が並んでいます。1杯分 10g が真空包装になっていて、産地はサントス、エチオピアモカ、コロンビア、マンデリンの4カ国。各種5個ずつ計20杯分も入っていて長く楽しめます。それではコーヒーを入れていきましょう。ドリッパーを開いた状態に固定してカップにセットし、コーヒーを入れます。袋を開けるとパーッと広がる新鮮なコーヒーの香りがたまりません。お湯を少量、粉全体にかけて約10秒蒸らした後、粉の中心より円を描きながら 2,3 回に分けて注ぎます。サントスはマイルドな苦味でナッツのような香ばしさ、エチオピアモカはフルーティーな香りに柔らかな酸味、コロンビアは酸味とコクのバランスが良く、マンデリンは深いコクがあり重厚感のある味わいが特徴。それぞれ異なる個性豊かな風味を味わえます。価格は3240円。引き出しを開けるワクワク感があり、コーヒーを入れて飲む楽しみを贈れるギフトです。以上、各商品の詳細、販売ページの URL は概要欄に記載しています。これからも様々なギフト選びに役立つ情報をお届けしていきますので、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画も見てくださいね。